はいどうも、白滝です。ただいまの撮影時刻が5月20日金曜日になるんですけれども、皆さん明けましておめでとうございます。いや、やっと来ましたね。5月20日金曜日になんとミキサーが復活しました。いやもう本当にね、もう待ちに待ち望んだミキサーが復活したということで、今回の動画では、撮影日がね、15時、爆速でね、ミキサーやっていこうかなと思います。狙いの選手は誰なのか、軽くね、見ていって、その後ミキサーが、7回ぐらいかな、自分は、7回できるということで、ある選手を狙ってね、回していこうかなと思います。良ければね、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、高評価していただけると、かなり嬉しいです。あとは、ミキサーでね、当たった選手は、ぜひともコメント欄で書いてもらえばなと思います。ということで、お知らせの方を見ていきましょう。お知らせの方に来まして、20日の更新情報3つ来ています。まず1つ目がガチャ更新、5連シンクロスカウトお一人様6回まで、このガチャがね来たんですけれども、無課金美課金税はする。そしてこちら見てください、2個目のね更新情報、ミキサー開催中、9月6、6日火曜日の14時59分まで、開催されます。で、こちらね、現在開催中のミキサーはノーマルミキサー、自チームミキサー、A ランクミキサー、A ランク自チームミキサーの4種類があります。基本的にはね、S ランクの自チームミキサーで回していってください。で、そしてもう一つね、リアルプロ野球連動イベント、活躍選手予想が開催、されます。これはもうすぐね、プロスピではなく、セパ交流戦があるということで、それのね、活躍選手予想になってくると思います。で、エントリー期間が5月の20日金曜日から24日火曜の11時59分まで、で対象のね、試合が24日から6月12日に、行われるプロ野球全試合になります。ということで、いや来ましたね、ミキサー。ちょっとミキサーのね、狙いの選手、どこの球団に引くべきなのか、軽く見ていって、その後、もうね、あの選手狙って引いていこうかなと思います。選手名鑑の方に来まして、どこの球団で引くべきなのか、これに関してはね、前々回、説明したんですけれども、迷ったのであれば、こちら、巨人で引いてください。巨人は、センター枠、丸さん、エース、菅野さん、高梨さん、中継ぎのエース。で、岡本さんね、今シリーズから、弾道がアーティスト、広角打法を持っている。で、ビエラさん、ツーシーム、スプリット。そして何よりこちらね、ショート、坂本選手。現役で一番最強なね、ショート枠が、坂本選手。坂本選手を持ってるか持ってないかで、かなりね、リーグの、コンボとか、リアルタイム対戦のオーダーとか変わってくる選手なので、坂本選手ね、個人的に狙っていこうかなと思います。あと、中田さん、ウィーラーさんとかね、中田さん、日ハムの A ランク、ずっとね、持っていて、S ランクもね、排出されていない、未だに、ね、獲得していないので、中田さんも個人的に、岡本さん、ビエラさん、坂本さん、高橋さん、ウィーラーさん、中田さん、鍵谷さん、中島さん、個人的には、全部ね、巨人の選手は当たりということで、すごく極みにできる選手、やっぱ巨人強いね。で、2球団目、巨人のね、選手を持っている方は、次のおすすめの球団としては中日になります。中日もね、かなり強い選手揃っています。で、その後、3位としては、横浜。横浜も、弾道アーティストの、外選手、ミート型ミートへ、広角打法をついている、宮崎選手と、で、佐野選手もね、いるということで、おすすめの球団3位としては横浜。で、迷ったのであれば、とりあえずね、巨人で引いてください。その他、巨人の選手持っているのであれば、オリックスのね、山本由伸投手、吉田正尚さん1点狙い、日ハムの宮西さん、上沢さん1点狙いと、そういったね、ミキサーの方法をやっていってください。ということで、巨人のね、坂本選手を狙ってミキサー引いていこうかなと思います。その前に、こちらガチャ、プロスペースマンスリー感謝祭ね、2回丸ということで引いていきましょう。これ S ランク当たった方はぜひともコメント欄書いてください。ツイッターの方ではなんか S ランク当たりましたという、報告あったんですけれども、B でもね、特訓の素材になるということでありがとうございます。感謝のね、気持ちを込めないと、この後のミキサーね、大変なことになるかもしれないんで、行きましょうミキサー。選手メニューの方に来まして、見てください。こちらミキサーのね、画面光ってます。残り108日と23時間行きましょう、ミキサー。うわー、来たね、これ。待ちに待ち望んだよ、ミキサーくん。ミキサーくん待ち望んだよ。ということで行きましょう。もう早速1回目。辰巳選手、滝中選手、島内選手、竹熊選手、加藤選手と、圧縮要員の高梨さんがいるんですけれども、これはね、最後にちょっと圧縮で坂本さん狙っていこうかなと思います。さあ行こう、1回目。1回目が大事、被らなければ OK。 うわー、来た、この画面、この画面来た、ミキサー。さあ行こう、
あーいいよ調子くん、フル演出で一発目から坂本さん来たらもう神。まあ、この後ちょ吉野部さんとかね欲しいんですよ、正隆さんとか来い坂本さん。誰が来る、おお中田選手、オッケー。これで極み A ランクもね10枚ぐらいあったんで、まあ、極一緒にもできる中田翔選手、いいよいいよ。さあ行こう、かぶってないよ。さあ購入じゃない、2回目行きましょう。比嘉選手、柴田選手、あれやな、高梨選手行こう。で、唐川選手、国吉選手、オスナ選手で、これで行こう。さあね、オーダーに入ってこない選手、行きます。2回目。坂本選手、ここ。ここやで、坂本選手。このタップしているとこが坂本選手の画面になります。お願い。坂本さん、頼むよ。最悪圧縮で。さあ、2回目。大城選手か。大城選手。いや、かぶるか、開幕から。3回目行こう。3回目。うわ、少なくなってきた。さあ、行こう。桑原選手。まあ、称号で、ミートエイしたんで、もう桑原選手は、オーダーに入ってこない。荻野さん。いや、池田選手、オスナ選手、甲斐さん、加藤さん。これ行こう。3回目行きます。頼む。坂本さん。もう本当に坂本さん、松井和夫さんね、狙い撃ち1回引いたんですけれども、S ランク2枚引きで、和夫さんがね、当たらず。頼む、ここで坂本さん、念じろ、頭に浮かべ、念じれば来るはず、坂本選手。おー、岡本選手、OK、かぶってないよ。さあ、プラス100、オーダーが100上がります。松井さん行こうか。松井さん、小柱さん、太田さん、福田さん、T 岡田選手も行くか。ちょっと。さあ、T 岡田選手は4枚かな。A ランク持ってるんで、まあ、TS 出れば、TS 狙い撃ちスカウトでも引けますし。で、行こう。あ、でも岡田選手、山本由伸投手、ここは鈴木さん、岸さんで行こう。よし、これで行こう。頼みます。坂本さん、お願いします。祈ろう。坂本さん、頼む、神回で会ってくれ、お願い、神回で会ってくれ。おい神引き、確かに菅野さんは神引きやけれども、あぶりが多いな。あと1回いけるかな。荻野さん、ここ、行くか。ちょ、桑原さん。どうしよう。横浜は、もういいかな。ここ行こう。いや。大城さん、ここ使うわ。ここ大城さん使います。行こう。大城さん使って、大城さん圧縮。いきます。レズゴー。いや、もうここで決まってくる。ビエラさんか、坂本さん。頼みます。知ってるよ、演出はいい、輝いてる坂本さん。毎年ね坂本さん当ててるんで、お願いします。コナミさん、本当にお願いします。坂本さん、神様、坂本さん。ウィーラーはまあ大きい、楽天バージョンから継承していないウィーラー選手、僕一生10枚ぐらいゲットできる。よし、ちょっと待って、もう一回見よう、選手名鑑見よう。なんところ、あ、岡本さん、中田さん、ウィーラーさん。ここ、このビエイラさんが坂本さん。いや、本当に頼む。かぶってないよ。行こう。落ち着いていこう。いや、これ、緊張するね。あとは、岡本選手が、ビエイラーさん、鍵つけて、岡本さんも鍵つける。ラストか。とりあえず、ラストいきます。菅野さん。高梨さん、比嘉選手、待って、もう一回、選手メーカーから引っ張り出してこよう。僕、確かに、なんかあったはず。使います、浅間選手ね、エキサイティング出るんですけれども、高浜さん、林さん、安楽さん使います。この3人使おう。で、これ、先週、ミキサー行って、T 岡田選手、もう山本由伸投手はちょっと諦めるか、福田選手、安楽さん、高浜さん、これで、
あ、5人いけますね、これで5人。ちょうど5人いける。まあ、被らなければ最悪。じゃあ行こう。坂本さん、頼むよ。行こう。あ、今来た。今前降りてきた。坂本さんが当たってる映像が前降りてきたぞ。これは当たる。これは当たるぞ。坂本さん。いやー、ありがとう。コナミさん。教師くん、ありがとう。前降りてきた映像が。ということで、ラスト行こう。中田選手、高梨選手、菅野選手を3人圧縮します。そして桑原さん、千葉さん。頼む。ラスト、頼みます、コナミさん。もうかかってるんで、ここで。ここ取れるか取れないかかかってくる。まあ、セレクションとかでね、4月、8月のなんかセレクションとか出そうなんで、坂本さん。頼みます。お願いします。坂本選手。ラスト。ファイヤー。いやいやちょっと引っ張り出してこようかな、S ランク。先ほど、1万円課金して、X ランクのね、補充をしてきました。なんと1万円が1分で解きました。全スキップしてたら。そして、最後に当たった選手が、高梨選手。もうここラスト、S ランク補充してきました。1万円課金してきました。上司くん、コナミさん。本当に坂本選手、中島さん。あれこれできるもしかして ?1、2、3、4、5。できないか。ここ圧縮してラスト。オスナ選手、浅間さん、藤岡さん。行こう。頼む。坂本選手かビエラ選手。もうどちらかでいい。行こう。坂本選手の確率操作とかしてないよね。大丈夫よね。行きます。ラスト。天国で終わるのか、それとも地獄で終わるのか。最後まで見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、この動画が良ければぜひとも高評価、チャンネル登録、そしてミキサーで当たった選手、ぜひともコメント欄で書いてください。頼む。ビエラか坂本選手、どちらか。